これも X5SA さんです。今回はせっかく 3D プリンターを購入したにもかかわらず 3D ベンチの船ばっかり作っていても何も面白くないと気づいたので、船などのテスト用印刷以外に印刷したものを紹介してみる動画です。よろしくどうぞ。この動画は X5SA という2万円で買える 3D プリンターがどの程度のものを作れるかという指標として使っていただければ幸いです。X5SA という 3D プリンターの概要の説明はまあ今更いらないですよね。なので早速 3D プリントされたブーツを紹介していきます。まずはこちら。なんだこれって話だと思いますが、これはシンギバースで見つけた X5SA をダイレクト化するときに使う部品です。 3D プリンターの改造用部品って感じですね。結局ケーブルを自作する工具が微妙に高いなぁと思って未だに改造はしていないのですが、ダイレクトエクストルーダー化はいつかチャレンジしようと思っています。で次はこれ、今回のネタ枠、有効ボードくんです。まあ、あると便利だなぁと思って有効ボードを買おうとしていたんですが、そんな折シンギバースにデータが落ちているのを発見、作ってみたって感じですね。でついでにその有効ボードで使えそうなフックも印刷してみたんですが、悲しいことにこれ穴の大きさが合わなかったんですよね。ってことで印刷したはいいものの使ってはいませんね。この印刷物はでかいこともあって定着が難しくて一部貼り付いたままになったりしました。悲しいです。まあ100均とかにフックは売っているのでそれを購入すれば使えるかなとは思います。まあ、もしくはもう少し小さめのフックが印刷できればいいんですけど、強度的に大丈夫かは不安なところですね。あと個人的な話ですが、この有効ボードは立てかけておきたいなと思っているので、いい感じのスタンドがないかと探しています。未だに有効に使えていない有効ボードですが、有効に使えているものも存在します。このノズル入れです。X5SA 用のノズルを購入して現在も 0.5 ミリのものを使用しているんですが、余ったものをバラバラの状態にしておくわけにもいかないので印刷してみたものです。まあノズルは問題なく入っているんですが、 X5SA のゴムをきつくしているためか少し曲がっていてケースを閉められないという状況になっていたりします。ゴムのきつさに関しては簡単に調整できるようにする部品があるので、いずれ印刷してみようと計画中です。でこいつは冒頭でも見せたやつですね。キャプテンアメリカです。実はアベンジャーズめっちゃ好きなんですよね。これは X5SA でどの程度綺麗な印刷ができるか試してみたかったのもあって 0.5 ミリノズルで印刷してみたものです。今頃動画では印刷風景が流れているんだろうなとは予想しますが、オクトラプスを使用して印刷したので後ろの部分に糸引きというかブツブツができています。まあ通常の印刷であればこれは出ないと考えて大丈夫です。結構綺麗に印刷できたと思いませんか？インフィルを 5% とかなり少なめにしたせいで少し内部が見えてしまっていますが、精度という話で言うならばかなりいい感じにできたかなと思います。これは ABS で作った、これまたアベンジャーズからグルートです。マーベルシネマティックユニバースではガーディアンズオブギャラクシーで出てきますよね。こいつもオクトラプスを使用して撮影していたんですが、 ABS で作ったからかレイヤー感のブツブツは指でなぞっただけで簡単に撮れました。以前の動画でも見せましたが、オクトラプスを使用しているにしては綺麗にできた感じがします。 ABS ゆえに割れがありますが逆に木っぽさを出していますよね。今回の動画はこれくらいです。自分が趣味で印刷したものをつらつら並べただけではありますが、X5SA の精度、どの程度のものが作れるかの参考になれば幸いです。次は 0.2 ミリノズルなど小さなノズルでの印刷に挑戦してみようと思っています。お楽しみに。